しょうもないしくじりしかねえわ。誰も聞きたくないから大丈夫だよ。あ、いいの。始めます。ジブロ磐田公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。MC の杉本大地です。ジブロの選手たちがさまざまなテーマをもとに語り合うジビトーク。今回はご覧の5名でお送りします。それでは番組のタイトルをマサイに発表してもらおうと思います。ようこそジビロへ。新加入選手の取説。ということで、7月にジビロに加入した頼もしい3選手たちの魅力を僕とマサヤが引き出していきたいと思います。それでは早速順番に自己紹介をお願いします。金子選手から。はい。エスパルスから加入しました金子翔太です。背番号40番です。よろしくお願いします。じゃあ次は伊藤選手。横浜 F マリノスから加入した背番号6番の伊藤真希です。よろしくお願いします。よっ。どうぞ。振りはないですよ、特に。皆さん、こんばんは。横浜 F マリノスから移籍してきました、39番、高野亮です。短い時間ですが、みんなで楽しみましょう。はい。はい、じゃあ、早速、始めていきたいと思います。じゃあ、皆さん、こういったトーク番組は得意ですか、伊藤さん。いや、まあ、得意というか、やったことないんで分かんないです。まずこのズームでやる感じも不思議なんで。っていう、まだみんなの顔も見てないし、分かんないし。はい。じゃあ、高野選手、どうですか。何でしたっけ、質問。初恋の話でもいいよ。いや、違う。それ違います。こういったトーク番組は得意ですか？あ、トーク番組ですね。僕はなかなか得意じゃないです。けど、頼もしい MC2 人がいるんで、大丈夫な気がします、今日は。いや、今日 MC は俺なんで、はい、まあ、俺がこの中でボスになるんで、みんな言うこと聞いてください。王様ゲームみたいな感じですか？そう。で、翔太は？僕はもう、JFA アカデミー福島のレジェンド、大先輩。松本雅也さんがいるんで、僕はもう何も力が入ることなく、淡々とやれると思います。ごまっちゃう。ショートは結構あれだよね、静岡ローカルの番組とかにもなんか出てるイメージあるし、なんかそういうの喋れそうだよね。いや、もう松本先輩にもう全て任して、はい、お願いしたいと思います。はい、じゃあ、雅也に頑張ってもらいましょう。じゃあ、マサヤもなんか喋っていいんだよ。いや、特に、まあ、ここから徐々に。まあ、喋ることは特にないっす。毎回一番喋ってねえじゃん。大丈夫 ?MC。セカンド大丈夫第一の。マサヤはね、今日、まずどういう立場で参加してるのか、ちょっとまだ分かってないんです。そうなんですよ。いらねえんじゃねえかって思う。あのね、台本一応もらってるんだけど、MC 杉本で、で、新加入3人で立場はっきりしてるでしょ。うん。マサヤだけマサヤって書いてあるの、ね、よ。俺浮いてて、いらなかったと思うっす。だからまあ、マサヤは後でもうちょっと活躍する時間が来るんで。そうっすね。うん。じゃあ、とりあえずじゃあ、次の質問。ジュビロの生活は慣れましたか？じゃあ次は、高野選手から。まだ1週間、2週間ぐらいかですけど、みんなすごい優しいし、なんといっても元マリノスがたくさんいるんで、馴染めたと思います。慣れてきたと思います。そうだな、確かにマリノス今結局何人いるんだ、マリノス絡みは。1、2、3、4、5、タカのマキと、はい、俺、大津くん、ノリ、意外とユート。ああ、そうですね。ユースね。ユートはあれ、ユースだっけ、マリノス。ジュニア、あ、そうです、ユース。ジュニアユースとユースか。
だから結構ズブズブに高野は先輩なんだよね、ゆうとは。そうです。そうですね。1個上の先輩です。でもそんななんか仲良さそうに喋ってない。いやいやいや、これからなんですよ。これから離れてた時間がちょっと長かったんで。うん。なんかね、これからちょっと頑張って距離縮めようかなって思ってます。高野が来るって決まった時に、はい、まあ、ゆうとに高野とどうなのって話したら、はいはい、まあ、高校かぶってるんだけど、なんて呼んでたかも覚えてないんだよねって。いや。それぐらい絡み薄いんだねって。ああ、まあちょっとそれは否めないっちゃ否めないですけど。だからまあこれから仲良くなってってね。はい。そこは大地君も中心にちょっとお願いします。いや、俺はちょっと無理だよ。間入ってもらって。いや、いい。頑張って。はい。じゃあ次、翔太。ジュビロの生活は、はい、なりましたか？僕もジュビロの寮に入って、練習場からもう徒歩 1,2 分なんで、あのすごい楽ですね。あれでしょ、ユースの、ユースじゃねえな、若手のガキンチョと。そうですね、もう若手の計 6,7 人ぐらいいるのか、うん、あの、まあ、寮生若い選手たちと、まあ、ちょっとコロナなんで部屋の行き来とかちょっと制限されてますけど、あの、まあ、楽しくやってますけど、ちょっとうるさいですね、あの若手のユースが。あ、ユース。あ、ユースとユース卒の、まあそうですね、1、2年目の選手とかが、やっぱ隣の声とか結構聞こえるんで、まあ僕も中高 JFA アカデミーで寮生活の耐久性みたいなのできてるんですけど、たちょっと壁薄いかもしれないですね。え、じゃあちなみに隣の部屋は誰なの？真宙なんですけど、でも、ナオトとか、リクとか、カイトとか、まあカイトはおとなしいですけど、なんかちょっと聞こえるんですよね、やっぱりぼんやり。ユースとかも結構早いんで、朝が。はいはいはい。なんかコーチ陣とかの、その、おはようございますみたいなのが6時半ぐらいに、がっつり聞こえるんで、朝の。コーチもあれだもんね、寮にいるもんね。あ、そうそうです。なんかコーチの声とか聞こえると、ちょっとなんか、ぼわってなっちゃいます、なんか。なんか、まあ、寮の耐久性はあるんですけど。うん。じゃあ、ジュビロには慣れたけど、若いやつらは苦手ってことね。ちょっと教育係ですね。彼らちょっとなんか電気とか冷房とかつけっぱで外出たりしてるんで、まあ、僕が消したりしてます。たまにチェックして。おお、偉いね。はい。でも俺もつけてたからな、若い頃。寮で。はい、ちょっとそこんとこ、まあ一人暮らしになったらもう莫大な寮費かかるんじゃないかなっていう、家賃。そういったところもちょっと若手の教育はちょっとしたいなと思ってます。じゃあ翔太にその辺は全部任せて、はい、お願いします。MC 軽いっすね、なんかもう感想。マキとはいっか。ああ、じゃあ次、じゃあ続きでいこうか。ね、結構質問が来てて、ジュビロの選手の中で一緒に練習や試合をしてびっくりした行動やプレーはありますか？どういうことだ、マキと。どう、いや、むずいな。実際まだ試合ほとんどしてないから、一緒に。うん。で、練習もまあ2週間ぐらい。びっくりしたこと。びっくりした行動やプレイだから、別にプレイじゃなくても大丈夫。ああ。まあやっぱ、外人2人はやっぱパワーあるなって感じだ、すごい。なんだっけ。ルキアンと、ゴンちゃん。なんて呼んでるんだっけ。ラッソ、ね、ラッソじゃないよ。ああ、ラッソ、ラッソ。ラッソは細くて、速いけど、すごい強いなっていうのは、すごいびっくりした。最初。はい。はい。あんま喋れないタイプ、マキト君ね、意外とね。喋れないとか結構むずくない今の、逆に。じゃあ、別のでもいいよ。いや、MC 雑だな、じゃあ。で、新加入選手のチームでの名前の呼ばれ方。どう？マキト君言って。いや、もうみんな、リョウとマキトと翔太じゃない。下の名前かな。変なあだ名とかないしね。うん。うん、シンプルに。そうね。
うん、まあ、膨らまないよね、それじゃあね。うん。まさ、あ、に喋っていいんだよ。うん。喋ることないっす。だから、サッカー以外で岩田でやってみたいことはありますか？まあ、ハーマスでもいいんでしょ。じゃあ高野で。わりかし水が近いんで、海とか浜名湖とか、なんかちょっと水と触れ合いたいなって思います。水まあできんのか分かんないですけど、まあ、サーフィンとかできたらやってみたいし、で釣りもやりたいし、なんか今までそういう経験なかったから、ちょっと水と触れ合いたいです俺は。釣りといえばそれこそマサヤじゃないの？俺と翔太っすね。翔太は海釣りします。めちゃ。あ、そうなんだ。俺バス、僕もやります。マサヤはバスだもんね。じゃあみんなで行きましょう、釣り大会。罰ゲームある？罰ゲームあるっす。そういうのは本当案内してもらえると嬉しいな。結構高のね、フットワーク軽いから誘えば気がちだよね、そういうのは。うん、行こう。そこは同い年としてさ、気軽にもうちょいちょっと誘ってくれよ。同い年プロ入って2回目なんですよね。今まで全然同い年いなくて。1回目、2人目、うん、2人目っす。4目の時とそれからずっといなくて、やっと同い年が来たって感じです。なんで。久しぶりの同い年なのになんか随分癖のやつが来ちゃった。いや、全然癖ないですよ、俺。あの時に一緒にやってますからね、代表で。え？アンダー16で、りょうと、一回やってんすよね、代表で。一回同じ合宿行ってるんですよ。16なんて記憶があんの？いや、ないでしょ。じゃあ、まあ、ギリギリやりますよ。ギリギリあるんだ。はい。はい。なんて呼び合ってた？え？え？なんて呼び合ってた？お互い。喋ったっけ？喋った記憶なくない？いや、多分喋ってないです。多分喋ってないよね。多分結構人多かったし、なんか、多分それまで、まさに、試合することもなかったから、接点も本当なかったから、ね、多分本当初めてだったから、で短い期間だったし、そんな喋ってないと思います、うん、記憶ないですもん。じゃあほとんど初対面みたいなもんってこと今、うん、いやでもなんか通じるところはあります、やっぱり。どういうこと、どういうこと。いや、なんでもないです、ちょっと回収します今の。なんだよそれ。いや俺も嬉しいです。次の質問で言っていいですか。金子選手と松本選手の JFA アカデミー福島時代の面白いエピソードを教えてください。面白いエピソードだからね。面白いことありました、松田さん。まあ刑務所みたいなとこなんで。いやいや、怒られるっすよ。そんなこと言ったら。いや本当に朝6時に起きて、なんか見回り行ったり、後輩の部屋の見回り行ったり、で、テレビ9時半までとか、で、雑誌とゲーム禁止。めちゃめちゃきつかったっていうか、月9マジ9時半までしか見れないんで、月9が途中で終わるっていう。いや、そうでしたね。ドラマの一番いいとこから見れなかったっすね。それはもう見ないっていう選択肢はない。いや、見たいんすよ。見たいっすね。だってさ、次の週、全然よくわかんないとこから始まるんでしょ。そうっす。それ、見ない方がよくない？それだったら。だからまあ、最終回とか終わりっすよね。最終回って15分とか延長されるじゃないですか。うん。まあ、もう無理じゃないですか。どうせ見れないもんね。
僕とか当時流行ってたのが、ブザービートってバスケの。めっちゃ見てた。見てました？うん。僕、ほんとドンピシャで多分中学生ぐらいだったかな。ブザービートしてないんですよ、僕見てるドラマ。いや、なんか、滑ってるみたいなやめてください、その。ズーム越しでこの一人部屋で滑ってる感じ嫌なんですよ。隣でマヒロ聞いてるよ。マヒロ聞いてますかね、滑ってるなって思ってるかもしれないです、うん、壁薄いから。いや、ほんとそういう感じだったっすけど、まあ、あ6年間、まさやさんと、まあ、6年間、まあ、5年間か、まあ、一緒なんで、まあ、こうやって、変わってないですね、もう全く。いや、逆に変わってないじゃん。変わってないですし、まあ、JF アカデミーはまさやさんっていう、さん付けで呼ぶんですけど、でもなんか、久々にジュビロでこうやって会ったら、なんか、さん付けするのやめろって言われて、なんか、くんにしろって。だって、一個上なのに、さんって嫌じゃないですか。大地さん。あ、ないね。なんかおかしい。嫌じゃないですか。でも、サッカー界ってなんでくんなんだろうね。そうっす、そうっすね。普通、さんじゃない？ユースとかもくんすか？ユースはもう、めっちゃくん。なんか、アカデミーは、先輩にはさん付けしろってずっと言われてて。帯さん？あ、帯はさんじゃない。だか。なんかサッカー界ありますよね。その、まあ、30代、まあ、ベテランとか、やっぱ、その、くんとさんのラインってありますよね。やっぱ、マキトさんとか。マキトはマキトさん？マキト言われたことないね、ほぼ。でしょ？うん。じゃあ、ジュビロでさ、どのラインから、くんとさんが変わる？やっとさんはやっとさんでしょ、でも。そりゃそうだろ。うんうん。やっとくんじゃないじゃん。あと、ベテラン誰？ケンタロウさん。ケンタロウさん。コンさん。コンさん。コンちゃんって呼んでるけど。結構上だね。うん。ハチコスケくん。あ、ハチくん。ハチコスケくん。ゆうき人によって結構チック見てくれてるんですよね。確かこれ。ゆうきくん？はい。別の？見てくれてるんで、俺は。見てくださってるっぽいっすよ。え？見てくださってるっぽいっす、このライブ。すごい急にコビ売るじゃん。これとかあるんすね。いや、あの、チャットの方でこう、情報入ってきてるんで、ちょ、皆さん見てください、ちゃんと。大津さん過去本物って書いてありますね。でも俺らは確認できないからね。ゆうきくんはでもゆうきくんですもんね。ゆうきくん。結構3って減ったよね、だからそう考えると。少ないね。うん。じゃあ今、台本見てたら、15分後にゲーム始めることになったので始めます。え、すごいな。はい、では今日は、3人の魅力をサポーターの方に知ってもらうために、こんな企画を用意しました。題してったっけ、タイムショックジュビロ。これから一人ずつ順番に、好きな色は何ですかなどといった簡単な質問をしていきます。1分間の制限時間の中で、なるべく多く回答できた選手の勝利です。最下位だった選手には、番組の最後に、最近あったしくじった話などをお願いします。出題者はまさや、タイムキーパーは、私が務めます。では、トップバッター、誰からいきますか？翔太で。はい。年功序列でいく？お願いします。じゃあ、僕からいきます。質問バラバラっすよ、基本。最初バラバラで言って、かぶる場合もあるっすけど、できるだけ違う質問を振っていきます。はい。ちょっと待ってね、はい。じゃあ、1分で。はい。よーい、スタート。得意なプレーは？はい、運動量、2列目からの飛び出し、前線からのプレス。ちょっと待って、一回待って、はい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 。
いや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 、分かってる、趣旨分かってる。いや、大地それ流そうよ、今。続けよう、続けよう。これもあれっすよ、今の。大地それダメだよ、止めちゃう。え、今な、なんすか？1人目なんよ、1人目。ラッキーと思ってたよ。いや、1人目の1問目でそれはダメ。いや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 、時計速攻からお願いしますよ。絶対勝ったと思ったもん。初めが出ちゃったっす。あの、ちょっと、オッケー、あのね。え？ 1 分間の制限時間で。はい。より多く回答できた選手の勝ちだからね。だから1個の質問ポン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 質問するから、ポン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 回答してて。あ、そういうことっすか。そういうこと。優しいね、大地。なるほど、なるほど。優しいわ。なんか複数答えんかと思ってました。てかこれ勝負になります、これ。大地数えてるから。わかりました、わかりました、すいません。じゃあ趣旨を気を取り直して。恥ずかしかったですよ、なんか自分の。いくよ、よーい、スタート。得意なプレーは？ゴール前の嗅覚。最近楽しかったことは？マサヤさんと久々に会えたこと。いじるタイプ、いじられるタイプ。いじられるタイプ。好きな芸能人は？石原さとみさん。飼ってみたいペットは？ダックス。好きな季節は？春。最近のちょっとした悩みは？悩み、ちょっと量が騒がしいこと。サッカー以外で好きなスポーツは？野球。ストレス解消法は？コーヒーを飲むこと。生まれ変わったら何になりたい？はい、終了。なんか恥ずかしいっすね、なんかこの沈黙の中この答えてくる。なんか俺ら喋れないもんね、だってなんか突っ込んだりとかないじゃないですか。これやってみてください、りょうくんも負けても。恥ずかしくなってきますよ。翔太はだから石原さとみが好きなんでしょ。いや、石原さとみさんね、さん付けしてた。さんか。そこなし。今、石原さとみさんか。余韻で突っ込むのやめてください。どこ好きやの、石原さとみ。いや、なんすかね。かわいいじゃないですかね。いや、どこがどこが。やっぱ、目じゃないですか。唇じゃないんだ。それお前じゃない？いや、あ、それ俺か。あ、それお前じゃん。このタイムショック、ちょっと、なんかちょっと嫌っすね、これ。あのね、多分ズームでやることじゃないの。いや、間違いない。好きな季節何ですか？春でシーンっすよ、これ。で、4人とも真顔で見てるじゃないですか。これこそ罰ゲームっすよ、ほんと。じゃあ、二人目いく？やりづらいわ。いや、高野？はい。じゃあ、準備 OK？ 行きましょう。行きます。よーい、はい、スタート。自分の性格を一言で言うと？人見知り。ニックネームは？リオ。子供の頃に憧れた選手？ロベルト・カルロス。サッカー以外の趣味は？ゴルフ。得意料理は？ホットケーキ。好きな食べ物は？ハンバーガー。好きな場所は？海。何フェチですか？筋肉。欲しいものは？え？今一番欲しいものは？今一番欲しいものは、時間。コロナが収まったら何がしたい？世界旅行。得意なプレーは？攻撃参加。いじるタイプ、いじられるタイプ。いじられるタイプ。自分のチャームポイントは？終了。ちょっと一回質問聞こえなかったな。でも大丈夫。大丈夫。大丈夫なんだ。よっしゃ。ね、でも大丈夫なんだけど、はい、いじれる質問がね、何フェチですかの1個ぐらいしかなかった。
これ結構むずいね、突っ込むの。第一。ケチむずいな。覚えてなきゃいけないからね。ああ。カウントしながら。フェチって、筋肉フェチってそれ、誰のこと言ってんすか、自分の筋肉なんですか。筋肉見て。いやー、なんだろうな。女性のフェチ、女性のってことですか。いや、男女関わらないと思う、これは。男女関わらず筋肉フェチだし、なんなら人間じゃなくてもいいと思う。男の筋肉も好きなの、じゃあ。だから馬の足とか見るのすごくない？うわって思わない？なんか、一だよ。すごいね。じゃあ、お前、ロベカルも筋肉が良かったの。そうそうそう。多分、子供の頃から多分、そこでもうなんか気に入ったんだと思う。でも、はい、こいつ結構マジで言ってるのが、ルキアンの裸見てすげえって言ってるよ。それなんかいろいろと、いや、ちょっとそれはなんかやばい感じになっちゃうんで、やめてくださいよ。マジかっこいいとか言って。いやいやいや、そんなこと言ってない。そんなこと言ってない。言ってるって。いやいやいや、それは変な風に聞こえちゃうから。じゃあ、次行きましょうか。マキト君。はい。準備 OK？ はーい。よーい、スタート。ジュビロで一番かっこいいと思った選手は？ゆうくん。自分の名前の由来は？健康に育つように。自分のチャームポイントは？身長。サッカー以外の趣味は？ゴルフ。飼ってみたいペットは？犬。尊敬している選手は？ゆきくん。最近のちょっとした悩みは？ごはん屋さんが分かんない。最近買ったものは？電化製品。サッカー以外で好きなスポーツは？ゴルフ。何フェチですか？お尻。好きな歌は？ワンオクロック。好きなテレビ番組は？水曜日のダウンタウン。生まれ変わったら何になりたい？犬。はい、終了。いや、なんか言ってない？なんか言って、さすがに。気まずいって、こっちも。お前、何、お前、この時だけやる気ないんだよ。MC。MC やる気ないやん。だってさ、俺、こんなにこび売る人間、初めて見たわ。いや、もう正直、ここの下にさっき、大津選手って出たときに、もういいやと思って。言ってやる。もういいやと思って。やっぱさ、席隣、ロッカールーム隣だからさ、言っとかないと。もう飽きて見てないかもよ。うん、その説はある。ね。2回も名前出したのにね。何と何だっけ？かっこいいと思った選手ってよ。と、なんだっけな。いや、マジ覚えてない。もう一個なんだっけな。尊敬だっけ。ああ、覚えてないんだったらもう尊敬してないじゃん。いや、尊敬してるよ。一応ね。マイナスにするよ。筋肉はいいのに、筋肉はプラスだよ。プラスなんだ。本当だ。確かに。じゃあ結果発表します。あ、間違えた。結果発表！いやいやいや、浜田。で、牧人くんが13。はい。うん、高野12。おぉ。翔太9。でしょうね。まさやさんが、ちょっと僕の時だけ質問のちょっとペースを落としてました。先輩、でも翔太です。やっぱうまくいった。最初、1回目もあったしね。そうですね。まあ確かに、あのミスはまあ確かに仕方ないですね。これは。というわけで、番組の最後に、翔太のしくじり話。最後なんですか？最後、もうエンディングの後。エンディングの後に締め？締めの。締めの控えじゃないか。大事な話じゃん、それ。そう。なんでちょっと、今のうちにドキドキしながら準備しておいてください。いやー、マジか。怖っ。
はい、ではゲームも終わったところで引き続き3人の魅力を引き出していきたいと思います。なんか聞けるかな。翔太くんかわいい。あ、騙されてますねこれ。そういうのはいいな。じゃあとりあえずロッカーが隣の選手は、それこそゆうきくんと、右ゆうきくん、左がゆうと、鈴木ゆうと、まあ、2人とももともと知ってたからすごい楽。え、電波悪い？いえ、悪くない。高野は？俺は左が八田さんで右が陸です。翔太は？でもいや、なんでもないです。翔太は？あ、僕のり道と、そうです。質問よくないよねこれね。これ引いても聞いてもさ、そんな広がんないよね。もうだからなんだよって話でもあるしいやいやじゃあね、杉本と伊藤の関係性について喋っちゃいましょうか。あー、関係性ってもシンプルだけどね、もう。うん、まあね。うん。伊藤が俺を追いかけてきてるだけでしょ。やめたら、うまいね。確かにそうなるね、結果的に、ね。そうでしょ。あ、確かに、そういう説あるかもしれない。で、元はといえば、ジュビロ、中学の時のジュビロ浜松の先輩後輩。そうだね。で、俺が1個上で、マキトが1個下で。逆。間違えてる。間違えてる。あ、そうか。で、うん、間違えてる。うん。俺、割と喋ってた方だと思うんだよね、マキト君と。そうだね。でも、そんなさ、なんか上に来るとかあんまなかったもんね。なんか下の選手が。なかった。で、その中で、大地が一番来てたもんね。来てた。怪我人だから、キーパーに。ああ、そうだね。そう。結構長かったもんね。でも当時からマジでこんな感じで全員から下に見られていじられてたよね。ああ、まあ当時からというかどこのチーム行ってもこんな感じだけどねで、牧人くんは中学ジュビロで、高校が浜名。浜名地元ね。うん。でお前サンガ行ったもんね。そう、俺京都ユースがあれなくて、牧人くん見えたかなかった。分かりました。なんかあれ上がるシステムで勝手になんか落とされるよね。そう、だからいきなり家に手紙が届いてユースであなた落ちましたって言われて。そう。え、マジ行く気ない人もなんか落ちましたって来るもんね。そう。だから知ってるよみたいなやつもいたし。いや、そう。あれおもろいよね、システムね。うん。で、マキト君そっから浜名で。駒沢、大学。駒沢。うん。で、最初どこ？最初千葉。千葉か。うん。次は？千葉、水戸。で、水戸の時に半年藤枝行ってみよう。また水戸帰ってきて、マリノス。すごいよ、ね、ここ上がりが。いやいやいや。めちゃくちゃ移籍してるだけよ。成り上がりの叩き上げだね。まあ、そうなるね。稼いでますの。見えてる見えてる、やめて、恥ずかしい恥ずかしい見えてるし恥ずかしいしで俺を追いかけてマリノスに来て、俺を追いかけてジブリに来たんでしょ。まあ結果そうなっちゃうね、見え方がね。好きだね。じゃあ翔太に質問で、はい、オリンピックで面白かった競技は？いきなりそれ質問結構怖くない？ジャンルの急展開がすごいですね。そう、本当に。何面白かった競技？面白かった、まあ、見てたのは、まあ、陸上見てましたね結構。陸上ね。いや残酷だなと思って、フライングとかしたらもう即退場じゃないですか。なんかもうそれこそまあリレーもまあバトン渡らなかったりとか、いや4年に一度まあいろんな世界陸上とかそういう大会もあるにせよ、このコンマ何秒とかのミスで
もう走れないんだっていう、それこそ100メートル、200メートルとかもそうですし、それちょっと残酷で、このシステムちょっとどうにかなんないんかなって、ちょっと視聴者として普通にお茶の間の意見として思ってました。すごいちゃんと喋ってくれたね。ねえ、びっくりしちゃったわ。すごい語り出したなと思って。質問はさ、面白かった競技は？ちょっと残酷だなって思ったから。いや、そう思っちゃいました。いや、まあ確かにそうだよね。じゃあ、高野は面白かった競技は？浜投げ？何ですか？筋肉。何？いや、面白かった競技は、卓球、卓球です。ああ、卓球の、あ、まあ、それこそ、あの、岩田コンビの試合も全部見てたし、やっぱあのテンポの良さと、でもちょっとあの、なんだ、タッチネットみたいなして点に入った時にすいませんみたいな、あのなんかちょっと真摯な感じもすごい素敵だなって思ったスポーツです。だし、あの、それこそ、あの二人の出身小学校がなんか、その岩田市内走ってて、たまたま通りかかった時にちょっと、ミーハーな気分で、わすげえって思っちゃいました。あれすごいよね、でもあの二人ね。ねえ。なんか、みまちゃんはちっちゃい頃から知ってんでしょ？お互いか、お互い、ね、そう、お互いそうっすね。すごくない？だそういうのを考えるとすごい感動しちゃって。うん。涙出た？涙ギリギリ出なかったっすけど、出なかったっす。そうだよな。はい、そうだよな。そうだよ。まあそういう人間だよな。やめてください。やめてくださいそれ。じゃあマキト君は？なんだろう。いや全部見たけどゴルフとかやっぱおもろかったよね。ごめん嘘ついた。あんま見てない正直。ほとんど見てない。サッカー以外あんま見てないわ。あ卓球は見た、ね。見てないやっぱ俺も。あんま見てない。卓球は見た。見てんじゃん。まあでもサーフィンとかはあのなんかハイライトじゃないけど見てて面白いなと思ったよね。初めてあんなましっかり見たけど技決めてすげーってもかっこいいなと思った。うまさやわ。やばい。どれっすか。うん。俺やっぱり同級生いたんすよ、バドミントンで。桃田。あ、桃田くん。はい。同級生。富岡高校だ。はい、で同じクラスだったんでめちゃくちゃ応援しました。マジ、はい、一緒にトイレ掃除しました。え、連絡先知ってる？知らないです。もうないです。別に仲良くないの？いや喋るっすけど学校では、うん、でももう別に練習あるしプライベートで会ったりとか連絡取ったりとかしてないです。学校で喋るぐらいです。桃田くんも残念だったね。はい、残念、まあ、頑張ってほしいね。はい。そうですね。翔太くん、やっとさんのガチファンだったのって本当ですか？ガチファンっていうか、まあ、リスペクトですよね。見てたんで。まさか同じチームになると思ってなかったですし、いまだにちょっと、あの、廊下とかですれ違うと、うわってなっちゃいます。早く早くツーショット写真撮りたいです。早めの方がいいよ。早めの方がいいですか？いや、言えないです。あとなんか頼みにくいよ。そんなにロッカーとかでいきなりツーショット撮ってくださいなんて言えないですよ。でもなんかやっとさんと普通に撮ってくれそうじゃない？今撮ってるんじゃないですか。いやでもなんかちょっと違うじゃないですか。チームメイトがもうなんか。チームメイトだとあれか。まあなんか、不意にそういうタイミングがあったときに、ちょっとこっそり行こうかなと思います。よく撮ってるもんね、なんか。イニエスタとも撮ってなかった。いや僕も J リーグ界もの中でも相当なミーハーなんで、もうイニエスタ も, もうビジャも
フェルナンド・トーレスもキングカズさんももう全員行きましたからね。の試合終わった後に。試合終わった後にイニエスタとかももう出待ちして神戸の選手に頼んで20分ぐらい待って。ただのファンじゃん。ただのファンっす。いや、撮りません？ユニフォーム交換してないの？いや、もう写真撮れただけで、その一発目だったんで、来て早々だったんで。絶対ユニフォーム交換してくれたし、言ったら。いや、でもなんか僕の一発目の時は、なんか、楽天かなんかに行くっていう話で。でしかも、交換って言っても、僕の渡すっていうか、もうもらうじゃないですかね、もうもはや。でも誰かいなかったですか、なんか写真撮りたみたいな、マキト君とか、リョウ君とか。したことない。しなさそうっすね。したことない、うん、俺も。まあ、そうっすよね。いや、僕はミーハーなんでしちゃいますね。960人生で見てます。960。1000行きましょう。それ、多いの少ないのどっち？わからん。ちょっと微妙なラインなんじゃない？どうなんだろうね。てか、こういうのよくやるの？ジュビロのこの生配信みたいな。あんまりないんじゃない？この中断期間は、何をして過ごしていましたか？じゃあ、高野。この中断期間って何ですか？あ、この、オリンピック。ああ、何してた？まず、家の電気、ガス、水道止めて、っていう自分のライフラインをまず整えてました、中断期間で。特にこれといったことはしてないんで、本当にもう、そういう身の回りのことしかやってないです。引っ越しはもう済んだの？引っ越しは、はい、無事済みました。でも今、段ボールだらけなんで、それ、片付けるのに必死です。住所は？住所は、浜松、なんでもないです。言えないですよ。危ね。浜松か。危ね。じゃあ翔太は中断期間で言ってもジュビロ3日オフだけだったじゃないですか。他のチーム結構大型連休というか、だから僕も本当移籍って本当急に決まるもんじゃないですか。やっぱりそういう生活用品とか、まあ、ちょっとした引っ越しの準備とかそういうのに追われちゃったんで、全然僕はもう面白みのない感じでしたけど。翔太は寮だから本当に別に何も用意することなくない？いや、まあとは言ってもやっぱあるじゃないですか。Wi-Fi の環境を整えたりとか、まあ、最低限の布団とか、まあねえ。半日で済みそうだな。いや、まああとはそうですね、そのアウトレット行って、水色のスニーカー揃えたりとか。それ本当？本当です。それ本当なんですよ。本当なの？僕それ初日にまあジュビロ決まって、でそれで休み入ってアウトレットでアトランティックスターズの水色のスニーカー購入して、で履いてったんですけど、3日間ぐらい誰も触れてくれなかったですね。そしたら自分が言ってきました、俺に。それちゃんとさ、自分でジュビロ来たんで買いましたっていうエピソードつけないと、なんか、ただ水色好きなやつになっちゃう。いやいや、でもなんか水色のスニーカーっていうか、まあ、水色とグレーですけど、もちろん。うん。まあ、ちょっとあれじゃないですか、察してくれそうじゃないですか。でも、まさやさんも、そうとか、ユースの子たち、寮生とか、誰でもでしたね。自分で言っちゃいました、我慢できず。俺、翔太にでも飯の時言ったよね。それ、スニーカーって。それも5日目ぐらいだったんで、もう。でも、もともと持ってるものだと思った、普通に。やっぱ、ちょっと甘かったっすね。もうちょっとサックスブルー感、T シャツぐらいじゃないと、やっぱ、足元だとちょっと薄かったっす。
むず。まあそこまで無理しなくてもいいと思うよ。いや、やっぱちょっとなんか自分なりに。じゃあ、マキト君は何してた？いや、もう結局一緒だよね。移籍急に決まったし、って言っても俺まだ横浜の家も解約とか退去できてないし、ガス、水道、電気全部ついてるし、正直何もできてないんだよね、向こうまだ。こっちの家だけ準備して。え、ガスとか別にもう止めちゃえばいいじゃん。あ、そうそう。だから、やるの忘れてて、ずっと、すっかり。ずっと、ずっと開通してある。住んでないだけで、向こう。ミスった。最近、りょうと、それこそりょうと喋ってて、なんか止めたって話してて、そこで気づいた。あ、やっぱ止めてねえやと思って。だから、ほんと、向こうの荷物をこっちにやって、まあ、家探してぐらいなの。で、終わっちゃったけどね。じゃあ、もうこっちの家はもう決まってるんだよね。ああ、もう住んでる。あ、もう住んでんの？もう住んでる、住んでる。あ、そうなんだ。え、住所は？実家じゃない。言うか。最初実家にいたけど。浜松。浜松。はあい、いいって。大津さんが盛り上がってんなーって。ゆうきくんも暇なら入ればいいのにね。ね。ゆうきくんのこの盛り上がってんなは逆の意味だからね。うん、してるよ。いじってるよね、完全に。してるよね。みんな分かってるよ、ね。うん、うん、もちろん。ちょっと質問欲しいよね。爽やかもう食べましたか？まだ食べてないです。翔太は別に爽やかあるもんね、静岡に。もちろんです。で、牧人くんは地元だから、食ったことあるもんね。食べたことある。量食ったことないんじゃない？ないの？あ、ないかな。でも一回、昔一回食べた記憶あるけど、あんま覚えてないです。まあ、じゃあそんなに口に合わなかったってこと？ちょっと言う、わかんないですけど。まあ、ちょっともう一回改めて、気持ち改めて食べてみます。まあでも今ね、コロナがやばいからね、外食が。そうですね。そうだよね。行きづらいよね、ちょっと食べに。行きづらい。松本選手、新加入選手に浜松岩田のいいところを教えてあげてください。あります？ありますはダメよ。牧田君はだってもう浜松岩田分かるじゃないですか。あ、でも川綺麗じゃない？川、川、あたごとか。ああ、そっちの方の川はいいと思うけどね。あんま人にもそんな合わないし。そうですね。水きれいだし。あと、ご飯は美味しいですけどね。うなぎ？うなぎ。ああ。餃子だ。餃子。ああ、餃子ね。あと、あれかな。まあ、あとお茶。投げやりじゃない？ちょっとお茶っすね。あと自然がいっぱいあるとこっすかね。1000人超えました。なんか一応岩田はトンボの町らしいじゃん。え？トンボの町？岩田がトンボの町らしいっすね。ねえ、俺去年夏終わりぐらいかな、グランドトンボだらけになるでしょ。めちゃくちゃいますね。ほんともう、トンボ、えぐいトンボ。この前もグランドの上、すげえトンボいたよ。だから、トンボらしいよ。あ、そうなの？有名なの？だからサードユニフォームがさ、トンボでしょ、デザイン。そうっすね。サードユニフォーム。今度気にしてみてみて。夏用の。あれ、次着るんじゃないの？ベルティ。多分着ますよ。あ、そうじゃん、ちょうどいいじゃん。トンボが。トンボ。トンボ意識してんだ、あれ。トンボ意識、トンボがプリントされてます。すごいね。何、量あってんの？高野さん、岩田の良さを教えてください。俺に？そう、俺に。岩田の良さ。
いや、卓球のペアがいることじゃないですか、やっぱ。さっき聞いたな。いや、岩田マジで分かんないです。本当、教えてほしいです。岩田氏のことを知りたいです、僕は。岩田って何があるんだろう。ああ、八田さんの団子、美味しいもんね。ああ。八田さん？ああ。八田さんじゃないよ。八田さんがやってるんですか、それ。違う。八田さんじゃない。それじゃない。八田さんの実家とかの団子ですか、それ。違う？山。違う。山っすね。ああ、山ね。あ、本当だ。団子食べてください。あれだ、エコパーの方だよね。そうだね、そっちそっち。ちょっと遠いけど。あります？ん？五年って行ったことないですけど、一回も。八田さん、はい、俺、去年それこそこのジュビロの YouTube で行ったよ。企画で？登れるんですか、その山。え？登れるんですか。山っていうか、山？神社？神社だね。神社だよね。うん。なるほど。毎年行ってるけどね、俺。正月、はい、あ、いや神社で帰り団子食って帰るけど結構美味しいよね。 あんこ。マサヤ選手、大津くんとのCM 出演の裏話教えてください。見たよ。見た。俺もこの前見た。すごいね、あれ。あ、超かっこよかった。テレビで見ました ?YouTube で。テレビ、俺も。マジっすか？俺まだ見てないですけど、テレビで。いい感じ。あれ何？山？撮影したの。ヤマハス。で、ライトで出して。やりましたけど、裏話。いや、ゆうきくんがめちゃくちゃうまかったっす。あ、慣れてたね。慣れてました、やっぱ。あれは慣れてたよ。あれ見ただけで慣れてるか分かんの？もうすぐ分かった。すぐ嘘つけ。分かってたわ、じゃあ。だって、まさやトラップして、なんかシュートしてたわけじゃない。俺、でも、めっちゃジャンプしてヘディングとかしてるんすよ。うん。え、出てった？それ出てないっす。カットされた。10回ぐらい一生懸命投げたボールジャンプしてヘディングしてるんですけど、触れなかったっす。やっぱ、映り悪かったんじゃない？いや、一生懸命やったんですけどね。めちゃくちゃ吐きながら。ダメでした。多分やっぱ、顔が良くなかったんじゃないですか。そこ？そんなことないよ。いや、棒読みだな、お前も。どうだ？おいおいおい。どうだ？おろしゅう。ゆうきくんはあれでもね、ジャンピングボレーみたいなのしたもんね、はい。めちゃめちゃかっこいい。なんかゆうきくんだけめちゃめちゃかっこいいシーンでした。ね。文句？あ、文句じゃないです。あの、かっこいいなーっていう。絵になるなーっていう。でもだから夜、ライトつけて撮影したのあれ。そうっす。すごいね。じゃあ CM ためだけに使ったんだ、あれ。そうっす。練習後？練習後っす。8時、9時、8時ぐらいから。練習後にジャンピングヘッド10本もしたの？はい、10本ぐらい。足パンパンじゃん。触れなかったっす。はい、じゃあそれでは、残り時間も少なくなってきたので、最後に一人ずつ意気込みをお願いします。じゃあ、翔太から。はい。僕、この後、あれやるんすよね。その緊張してんの？だからさっきは騙したの、ずっと。いや、ちょっと僕、前半ちょっと喋りすぎたんで、もう、4人の先輩方に尺をと思って、ちょっと配慮してました。上から来んなよ。いや、はい。翔太、最後そのまま喋って、そのままあれ話していけばいいじゃん。え、意気込み言った後にしくじって話するんですか？え、逆にさ、意気込み言ってしくじって話した後に2人喋れる？いや、無理だから先喋りたい。いや、じゃあ僕も意気込み言って、僕最後もう一回喋りますよ。ああ、じゃあそうしようか。OK。もう意気込み、まあ、もう J2 優勝、もう2位じゃなくて優勝して、
昇格したいですね。もうそれだけです。そのために全力尽くします。はい。じゃあ次、牧人くん。はい。まあ僕も、ジュビロをやっぱ J1 に昇格させるために移籍してきたんで、やっぱそこは何としてでも、うん、自分の全てを出して、J1 に行かせれるように頑張ります。じゃあ、高野。まあ、2人と重なっちゃうんですけど、ダメです。J2 優勝と昇格のために、自分のある力すべてぶつけたいと思うんで、みんなで頑張りましょう。じゃあ、それでは、お待ちかね。じゃあ、それでは。順番おかしいっすね。顔暗いよ、もう。大丈夫か。ずっとなんか、嫌な顔してるよ。いや、僕2個あるんですよね。自分のと、うん。じゃあ2個言おうよ。自分のと、大地くんのしくじってる話あって。どういうこと？いや、ちょっと。ちょうだい、2個ちょうだい。じゃあ、はい。で、僕が、もうシンプルに僕がミスったのは、もう初日で、カヌとコウスケくんの名前間違ってて、で、練習中に、僕はカヌだと思ってたんですけど、普通になんか、タメ口で、そのコウスケくんに、なんかこの練習スリータッチみたいな感じでタメ口でずっと話してて、で練習後にマサヤ君に間違ってたよって練習後に言われて、でも心臓バックバックで初日でそのミスを犯したと思って、やっぱなんか似てたんですよね、髪型のその感じが。そう思わないですか？わかんないですか？それ似てるって言っていいのかわかんないけど、似てないと思う。うん、似てはいないかな。似てないの。いや、せこいっすね、ちょっと思ってた。だから僕もカヌに頼むから髪型変えてくれって言ったの。だから髪切ったの、カヌ。いや、カヌ、だから髪切ってくれましたね。ねえ。まあ、しくじったって、まあ、初日そうっすね。それでまあ、後に別に直接的にコウセ君に言ったわけじゃないですけど、まあ、マサヤ君がなんか、翔太そんなタメ口言うのキャラじゃないんでってカバーしててくれたんで、マサヤ君が。うわ、いい先輩。ごますってますわ。はい、だからいやもう、まさやくん、ほんと、ありがとうございますって感じだったっすけど。まあ、それはまあ僕の話で。で、もう一個、なんか、ジュビロ、なんか結構英会話やられてる選手多くて。で、結構いるんですよね。で、それで、ルーキアンとか、アレックスとかも結構、もうがっつり英語いけるじゃないですか。で、それで、で、ソウとか、カイトとかも結構英語、で会話したりしてて、ジュビロ結構すごいなと思って、英語浸透してるなと思って、でこの前なんかロッカーでアレックス、キーパーのアレックスと大地くんもなんかちょっと英語でやってて話してて、でなんかサプリメントを大地くんが飲んでて、でアレックスがそれはいくらで買えるんだみたいな話を英語でしてたんですよ。で大地くんもなんか英語でなんか結構喋ってて、で僕はなんかまだ来てから数日だったんで、大地くんもすげえな、英語できてって言って。まあ、僕もなんか、もう一回英語勉強しようかなと思ってたら、なんか、ハウマッチみたいなサプリメント聞いてて。で、まあ、多分おそらく1万円ぐらいなんですよ。で、1万円なんで、まあ、10,000 円だと思ったんですけど、大地くんなんか自信満々に、1ミリオンとか言ってて。で、アレックスもなんか、1ミリオンみたいな感じで言ってて。で、僕、大地くん全然喋れんやんと思って結構英語いける風に話してたのに、がっつりアレックスになんかサプリメント1万ぐらいの100万って説明しててちょっとやっぱ見かけで判断しちゃダメっすね。いやめっちゃしくじってやんって、お前のしくじ話を最後大地でさかぶせてさ俺被害者じゃん。被害者、大地が、大地一番被害者だよ。あ、俺一番恥ずかしいじゃん。いやマジで、でも本当に出てこなくて、一番が。で、俺、ワンミリオンって言った後に、アレックスがはみたいな顔してるから、翔太に、あれ、一万ってミリオンじゃないっけっつって。って聞いた。すいません、なんか先輩の、ベテラン MC のしくじり話で締めてしまって申し訳ないです。お後がよろしいので。じゃあまあ。こんなところで決めようかと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますっていうのと、最後にスクショタイムをくださいっていうのがあるんで、
最後じゃあ10秒間ぐらい画面にいい感じの顔でどうぞ。はい、 OK。 ということで次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。